有吉弘行人生年表、テレビ番組の企画オール巨人の弟子面接合格、同時期に弟子入りしたもう一人を殴り長期謹慎、森脇和成とお笑いコンビ猿岩石を結成、電波少年のヒッチハイク企画で注目を集める、デビューシングル白い雲のようにはミリオンセラー、猿岩石解散、ピンでの活動、内村プロデュースでは主に裸で活躍、あだ名毒舌から復活への道へ、テレビ出演本数ランキング1位、主要テレビ局6局全てにレギュラー番組を持ち、テレビ史上初の快挙、念願の紅白で歌唱、他人の見た目よりも中身を見て判断する、7月28日ソウルナンバー3、どん底から前人未到の快挙へ、努力と才能の人。